高知市範学校は第二次世界大戦中の1943年に高知県に設置された市範学校である。本校は高知県市範学校、高知県女子市範学校などの前身諸校を含めて記述する。東野学者、東野学校級、高知県市範学校、高知県高知市範学校、高知県人情、市範学校高知県市範学校級。 高知県女子師範学校、高知県女子師範学校、高知師範学校前身の高知県師範学校から引き継いだ高知市大前様町の高知を使用したが、第二次世界大戦末期の1945年7月、高知大空襲で行動を残して全焼した。戦後は、焼け残りの行動や土砂防機学校を使用して授業が再開された。1947年11月、 高知市朝倉千番地の朝倉弊社跡に移転し、男子部、女子部が統合された。朝倉高知は、後進の新生高知大学に引き継がれて、現在に至っている。旧小高佐高知は、現在は、高知市立女性中学校、高知県立盲学校の高知となっている。前身の高知県女子師範学校から引き継いだ、高知市主への高知を使用したが、 1945年7月の空襲で校舎の大半を消失した。戦後の授業再開時は、旧天馬防石工場や女子商業学校校舎を借用したが、1947年11月、朝倉弊社跡に移転し、男子部と統合された。旧塩江校舎の跡地は、高知市立塩江中学校となっている。朝倉高知で男子部、女子部統合後、 1964年に小津校舎に移転した。ありがとうございます。